今から数ヶ月後、人類は発達した AI エニアックと呼ばれるコンピューターウイルスによって滅亡の危機に瀕していた。人工知能により作られたデータ、空から襲い来る兵器、そして人々を食らうの巨人たち。世界のあらゆる災害は全てエニアックによってもたらされていた。生き残った少数の人々は地下へと隠れ、絶望の中で暮らしていた。彼らの願いはただ一つ、伝説の救世主の出現だった。その数ヶ月前、新宿区立森高高校の前にある男がいた。これからこの高校で人類の運命をかけた戦いが始まろうとしているとは誰も知らなかった。床に叩き落とされたくなかったら正直に答えろでげす。このウソ虫様の大事な大事なナポリタンを食ったのはどっちですか。僕じゃないですよ。やつの口の周りのケチャップ、私の IQ400 以上の脳内コンピューターで計算したところ、ナポリタンを食べたのはクソ虫ヤス自身でしょう。いや、それすぐわかるから。私はナポリタンよりカルボナーラ。いや、君のパスタの好みを発表してる場合じゃないでしょ。それと何か、貴様ら痛い目に遭いたいようでゲスな。やるぞゲス、フランク。ブンガー、よっしゃー。痛いゲス、このバカゲス、ウドの大木、この俺様の下に投げてどうするんでゲスか。ブンガー、てめえ何者でげすか。やつはどこだ。あ、もう一度聞く、やつはどこだ。スケベー、消すっちゃいな。おお、本当に2秒でやす。ほほ、
うっそー、この2秒の間に一体何が起こったのですか。ふんげー、そうだな、行くでしょ。一度聞く、やつはどこだ。はぁ、何のことだか。すっごいでやんす。これたでやんす。兄貴呼ばせてくださいでやんす。君は私たちを救ってくれた。お名前を教えていただきたいですね。村井友武くん、ありがとう。ありがとうございますです、兄貴。素敵な名前。それにしても学校の下にこんな空間があったでやすね。やつはここか。はっ。ここは彼が探していた目的の場所。エニアックが作り上げた電脳の要塞。村井の前にも数々のスーパーヒーローたちが立ち向かい、そして倒されていったのである。違う、これも違う。奴はどこなんだ。ついに現れてくれたので、伝説の救世主、あなたが来るのをずっと待っていた村井友武くん。俺を知っているのか。世界を救うのは胸にその証を持つ者だけ。ここに冷凍されているスーパーヒーローたちの失敗が全てを物語っている。あなたが探しているのは世界を滅ぼそうとしている電脳の神、エニアックね。エニアック、誰。日頃は仮の姿でアイドルグループを結成しているスーパーヒーロー5人組の神宿よ。はい、大ファンなんです。よかった、もうライブでパフォーマンスとか見れなくなっちゃうのかと思ってたよ。見づらいんだけど、私バッテリー切れそう。一旦出よう。曖昧だよね。そして今この人が助けてくれたの。どうも。あ、この人はライブで盛り上がって騒ぎすぎちゃって出来になったファンの方、こんなところにもついてきて。マネージャー、うわー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 、いやいや違うんです違うんです、あれは楽しすぎてつい。神宿、この人は救世主になるべき男。一応。え、この人が救世主。世界を救うたった一つの希望。マネージャー、おしゃべりはそこまでだ。
我が名はエニアック。そう、この方のお名前はエニアック様。この世界で最初に作られた天皇の神であられる。人間どもに次ぐ。そう、エニアック様はお告げになる。お前たち人間が支配したこの世界に終焉をもたらし、新たな創世記のページを開くために降臨したと。ここにいる全てのもの。そう、お前たち全員はこの君様の、この君様の、この君様の主である、エニアック様や強大な力に。君様君。はい、何ですか。出過ぎ、出過ぎだから。すいません。そういうの嫌われるよ、本当に。すいませんでした、忘れた。もう帰っていいよ。じゃ、でも、お疲れ様。お疲れ様。なんか気まずいでやんすね。いや、あれは君沢君が悪いよ。坂口君、坂口君。はい。君沢君返したか。君沢君またやっちゃいました。さすがに僕も我慢できなくてさ。何をバタバタやってんだよ。お前の相手は渡しちゃった。神谷だー。神谷だ、神谷だ、しっかりしろ、死んじゃダメだ。やっぱりあなたが、あなただけが救世主、私たちじゃなかった。汚ね。大丈夫か。もういい、無理に話すな、神谷殿。世界を救って、村井君。あなたならできる。ありのまま、あなたのありのままをマックスに出すの。まあね、じゃあ。神谷殿、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 神谷だ。素人演劇はそこまでだ。99.8% 誇るパインアップル社を飲み込みましたよ。エニアックが世界中にウイルスを拡散させようとしているの。エニアック様の邪魔はさせん。お前の相手は俺一人で十分だ。新世界の幕は上がった。共に祝え、村井友武。その名前は捨てた。やってやつけ、これは。貴様ら人間はスマホに依存しすぎだ。ならばそれを利用して世界を制圧してやるまでよ。わあ。Wow! Oh my god! Yeah!
このままじゃ世界中がエニアックに。それ嫌だな。名前を捨てただと。俺はマックス。俺はマックス・ブライダー。なんというパワー。さっきまでのブライとは別人。愛だ。神宿へのパワー愛が俺をマックス・ブライへと変えた。貴様ら機械には分かるまい。0.1 秒だ。ならばその愛と共に死ね。今度は早すぎて測れなかったでやす。何が起こったんでしょうか。今の戦いは超音速すぎてあなたたちの動体視力では追いつかなかったのね。突然だけどこれは大集合ワイワイパーティー。たくさんのミニゲームが一つに詰まったパーティーゲームよ。クイズ、ビンゴゲーム、大富豪といった定番のミニゲームを他のプレイヤーと最大4人同時プレイで遊ぶことができるのよ。ゲームをクリアすると専用のポイントが手に入るわ。入手したポイントでさまざまな商品と交換したり、抽選でリアルアイテムをゲット。遊んで楽しい、交換して嬉しい。これがワイワイパーティーの最大の特徴ね。過去の映像が見れる特別なテレビだってワイワイパーティーなら手に入るわ。今からポイントでテレビをゲットしてそっちの世界に送るわね。
ではすでに3分を超えています。とかやってる間にエニアクイルスが世界を包み込んだわ何か策はある、マックス村へ。マミルトン、俺のアドレスを全世界送信だ。え、アドレス解放。お次は全世界一斉送信だ。俺にエニアックを添付しろ。なんだこれは。やめろ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 、サンマックスブラー。ホイコーロウ。やめろ。ままで済むと思うなよ。はい。終わった。やった。兄貴が世界を救った。見て神宿、マックスをやったよ。それにしても意外にやしたね、兄貴のアドレス。友達が欲しかったんでありますかね。ありがとう。ありがとう、マックス村井。ちょっと待ってくれでげすよ。このまま解決しちゃったら、オープニングの核戦争後の未来って一体何だったんだげすか。いいところに気がついたわね。実はそう、マミルトンの言う通り、エニアックはスマホゲームとなって生き残っていたのだ。
ソウルゲージの中で村井を倒し、着々と力をつけていったエニアックによって、それから数ヶ月後、世界は崩壊した。そしてついに現れた伝説の救世主こそ、神宿の屍を背負い流浪する男、我らがマックス村井であった。最終決戦は続編で、次回をお楽しみに。村井くん。お、お。ええ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